ヨハン・ボーデの製図に描かれたブランデンブルクのオウ・シャクザ・ブランデンブルクのオウ・シャクザ・ザ・セプトラム・ブランドン・バージェカムは1688年にドイツの天文学者ゴットフリートキルヒが作った星座の一つ。現在のエディダノス座の一部にあたる。国際天文学連合が選定した現在の88星座には選ばれていない。1688年に ブランデンブルク選定校となったフリードリヒ3世を記念して同年に刊行された科学誌アクタ・エルディトラムの中の製図で初めて発表された。しかしその存在は1782年にヨハン・ボーデが製図に描くまでほとんど忘れ去られていた。ボーデは裏のグラフィアにもこの星座を描いている。現在のエリダヌス座53番星は この星座に含まれていた星の中で最も明るいことから、ラテン語で、王爵」を意味する、セプトラムという名でも呼ばれる。腹めぐみ、星座の神話、星座史と星野の,の意味構成者構成格。1996年6月30日、268ページ。ISBN4 から769908253。76 A.B.I.A.R.R.D.Pass、スターテイルズ、セプトラムブランドンバーチカム。 2014年4月29日閲覧。ありがとうございます。